よくしょ。ああ、くそ、腹減ったの。腹減ったの。なんもなんやか、ここ。ほんまになんもなんやか。オロマ大将、大江ひろし。大江豊か、大江豊かだ。あれは。大江豊かだ。じゃあ気を取り直していきますよ。いや、ちょっと良かったね、あの軍艦岩。軍艦岩良かったわ。あれはたまらんね。やってたの、そうです。いやー、これ私がまさにやりたかった配信を今ね、実行してるとこなんですよ、皆さん。伝わりますか、この私のこの、ね、喜びが。喜びはま伝わってないからね。みんな釣りしてるよ。みんな向こうで釣りしとるわ。お、テント張っとる。テント張っとるよ。こんなところにテント張っとる。キャンプ一泊いくらだろう、ここ。一張いくらか書いてない。カービライトもすごいんだけどさ、古乳町、古乳町、福井市古乳町、古乳町だって。可愛らしい名前ですね。どこ撮ってもいい景色だわ。どこを撮っても、いやー、これは本当にもう、これで福井の越前のね、越前の海岸でこれだったら、あんた若狭湾はもっとすごいんでしょうかってなるよね。胡蝶門のある、よっこいしょ、演歌歌手の歌碑、え、何そんなあった、胡蝶門にそんな歌碑なんてあったっけ。見てないや、気づかんかった。それはどんなやつあったの。胡蝶門の歌碑あった。お、これはもしかして来たんじゃない。洗濯岩来たんじゃない。義経の洗濯岩来たんじゃないか。ここ洗濯岩っぽいね。洗濯岩っぽいぞ。頑張ります。今からちょっと、義経じゃなかった、弁慶ね。弁慶の洗濯岩見に行くから。皆さんがね、ご所望の弁慶の洗濯岩をご覧いただきます。こちらでございます。一瞬だから。一瞬で終わるから。今来た人だけのね、特別サービスでございますよ。あ、越前岬って歌があるの。誰が歌ってんだろう。どうでしょう、こちら弁慶の洗濯岩。もうちょっと晴れてればね、こんな感じなんだろうけどね。どうでしょう、向こうからもうちょっとこっちから見るか。いやー、洗濯できる、これで洗濯できます、皆さん、この岩で。洗濯するもんないから今のところ。夏の紀伊半島の方が良かった。まあね、紀伊半島晴れまくってたからね、ちょうどその台風が去った後だったから、もう余計に晴れててさ。まあ、これは先月と見たからそこまでの感動はないですけども、そこまでの感動はないですけどね。歩いてみたい。
一応ここも歩いて行けますけど、まあここはいいや。この後まだあの鉾島とあの文治2年源頼朝により追討される身になった義経と弁慶主従一行が陸奥の、領主藤原の秀衡のもとへ連れ行く途中、北陸街道を避け越前海岸沿いにこの地を取ることとなった。山の麓から海に注いでいる川の水が平らな岩肌を流れている様を見て衣類の洗濯を行い長旅の疲れも癒し、なんていうのこれ、え、これ前でも、ま、前もこれ聞いて忘れちゃったよね読み方、前も聞いたのに、なんちゃらの席へ旅立ったと伝えられている。こんなんで衣類の洗濯を行って長旅の疲れ癒やせんのかなと思うけど、あたかって読むのかね、あたかの席、あたかの席です。どっかか、どこ、川はどこから流れてるのか知らないけど、あの辺から、まあいいや、ちょっと鉾島行こう。鉾島の方が感動するよきっと。あの神の足跡とかが書いたんだけどさ、どこなんだろう神の足跡って。わしが笑われてたんじゃない。よし、よっしゃった。さあさあ、まだまだ距離ありますか。神の足跡はマジでどれなのかわからんな。どこに神の足跡あるんだ。この辺かな、前この辺で見失っちゃったんだよ、神の足跡。何の標識もなかったから分からんね。ボス、あ、ボセ、ボーズ、これか神の足跡、これなのか、いやこれじゃないか、これか、足跡なんてないぞ、違うっぽい、あ、これか神の足跡、なるほど、これは本当に神の足跡なの。嘘でしょ、嘘でしょ、神の足跡なんですかこれ本当に、マジで言ってんの、これ本物の神の足跡なんですか、本当にデカデカと書いてあるけど、これ天然史跡神の足跡という。右と左なんか違うけど、非対称だけど、いいんですかね非対称で。ならでは鹿と鳥のが神の使い。一応これ後で読もう。うーちゃんの町内遺産。うーちゃんって何？うーちゃんってあのうーちゃん。何うーちゃんって。うきょっちさんですかね。わかりません。伝説神の足跡、福井県古入町、上部断壁、断崖の人の足跡に似た岩は神の足跡と呼ばれ、あ、上が、あれ、こっち、これこれじゃなくてこっち、もしかしてこっちかよ、騙されるとこだった、お前騙されるとこだった、これ上じゃん、こっちかと思うでしょ皆さん、実はこれこっちだから、全然気づかなかったわ。こっちだから、この 断崖の人の足跡に似た岩が神の足跡だから、じゃあ写真撮ったんで後でまたあの暇がある時に詳しく読みますわ、あの長ったらしい文章に関しては。今度振り返り枠でもやるからそこでね。いや上でしょ、だって 断崖がどうのこうの、断崖のところにあるとか言ってたから、自転車先輩だ。
続き。いやー結構これ実は結構あるんだよ、30キロって結構あるんだよ。30キロの標準棒についてようやく4分の1が終わる。なかなかだよ、ガタガタやのここ。いや神の足音分かったわ、分かったけどあれちょっと気づかないよね、車で行ってたら分かんなかったわ。大体その内側にあると思わないもんね、外側見てるもんね、外側にあるもんかと思うじゃん、洗濯岩といいさ、あの軍艦岩といいさ。おはようございます、いらっしゃい。ワンちゃん、ワンちゃんの人、ワンちゃん。コンビニまだ？まだコンビニ来ないの？金沢大学へ入れって放送5回やったよ。やりましたよ、ちゃんと。うん。で、最終回は、なんと金沢大学のオープンキャンパスをソフト配信するっていう内容だったんだよ。コミュレベル20代の話だから、それ。コミュニティレベルが、ね、コミュニティレベルが20ぐらいの時に話したから。それって。私がまだ顔出ししてない時代の話だから。顔出しせずにサングラスかけてた時代の話だから、それはね。30キロだと2時間くらいかかる。2時間かかりながらも、さらに私はね、途中の東尋坊じゃなくて、鉾島で多分ね、感動の、何、再会シーンをやるから。そこでまた時間を取られですね、コンビニがあればコンビニに入るし。何も成長してない。全く成長してない。今サングラス持ってますけども、いや今このリュックサックの中には入ってないけども、家にありますよ、当時のサングラスは。民宿で朝食の交渉？いや、民宿まで入ったらもう間に合わないよね。ぼんぼり祭りに、最低でもぼんぼり祭りのね、お酒あげには間に合わしたいからさ。なんとかさ、カタンゴトン。あ、あそこにガソリンスタンドがあるから、ガソリンスタンドがあるってことはコンビニもあるんじゃないですかね。どうですかね、コンビニね、ないかな。これ海に出てすでにもう何時ぐらい、5時くらいに海に出て、そこからずっと走ってるけど一軒もコンビニないんだよ。ずっと海沿い走ってるんだけどさ、一軒もコンビニないわ今のところ。ここ2時間半ぐらい、もう2時間半コンビニ一軒も見てないですよ。コンビニはおろか商店すらない。自販機はまああれど、自販機はあれど、でも作り物の自販機はないからさ、困ってますね。このデコレーションはハロウィンが終わるまでかな。ハロウィンが終わったら外そうかな。なんかこれ飛んできそうで怖いんだこれね、風でなんかデコレーション、なんなんなん、どうした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 、何が今、何か争いが起きてた、前の車前で争いが起きてた。争いのとこだったか今。あ、だいぶちょっと晴れて太陽が見えて見始めたかな。あれリスナーさんですかね、クラクション先輩だったのかな、もしかしたら。それはそれと気づかなかったけど、あんま福井県にさいないんだよね。福井県のわしのリスナーっていないんじゃないかな。
さっき福井県のね、こんばんまんじゅうこと鳥太郎さんがですね、放送にいらしてましたけれども、チンピラかな、ガソリンスタンドはあったけど、なんかこのガソリンスタンドだけしかない、たまたまあった、別に町があるわけではなかった、町があるわけじゃなかった、ここだけだった。ああ悲しいな。初見の方いらっしゃい。いい天気ですよねこれね、日差しが強くないから。帽子もかぶってますけども、あんまり必要ない。土地は今のところ0人じゃない？来たっけ？土地誰も来てないよ今のところ。前回わしが富山から福井まで行った時は、自転車で行った時は土地 5人ぐらい来たんじゃなかったっけ。最終的にクワガタも合わせてさ。あー、てか猫の土地があったのか、ね、猫の土地あったわ。そういう梅浦漁港で猫の土地あったの。延々と鳴き続ける猫がいてさ、全く鳴き止まなくてさ、道路飛び出しては戻り、飛び出しては戻り繰り返してるから、ちょっとどういうことなんだと思ったけど、あ、山文さんいたね、それ忘れてた、完全に忘れてたわ。あったあった、ありましたわ、失礼しました、それはすんずれいたしましたね。ここ白浜って場所らしいです。白浜キーの白浜、なんか袴履いた人がいる。お祭りなのか今日。白浜漁港、勘違いするよ、白浜漁港って書いてあって。よし、チャリンコのミラーを買った方がいい。あ、本当にミラー、なんか笹の葉が飾ってある。もしかして今日七夕やるつもりか、ここ。この地域は10月が七夕なのか、珍しい。松ヶ花隧道を渡ります。 松ヶ花隧道をね、電波大丈夫でしょうか。寝れない、短いトンネルでも急に電波なくなることありますんでね。怖いなこいつ、なんだこれ、怖っ、おい怖いなお前、いきなり出てきたら怖い。ちょっと車道に戻りたい。気持ちいいんじゃなくて、気持ちよくないですよ、ね、車道に戻りたいです。早く車道に戻りたいな。戻るところないんじゃないかこれ。ここから戻れるか、車道に。無理やりこれ、この、こっから、うぃー、うぃーし。OK です。サドル擦ってますか？なんか書いてあるよ、これ。ブルーシー鮎川。これ、鮎川って場所なんですか、ここ。でも福井県の海はなんかね、思ったより綺麗ですよね。もう、端から端まで。ほんと富山県とは全然違うよね。富山県やっぱ市街地が海に近いのがよろしくないかな。富山市がもうね、すぐ海だしね、ゴミがもう目立つんだよ。どうしても。来年の抱負？来年の抱負はとにかくコミ人数をですね、あ、違う。コミレベルを、55を保つ。55を保つのが目標だから、抱負だから。
55を下回らないようにね頑張りたいと思います。この今のニコ生のこの逆風に耐えですね。もう皆さんがですねコミュニティレベル下がる中ですね、なんとしても55を死守しなきゃいけないんですよ。どんどこどんどこ下がってますからレベルが今。おお、なんだなんだ、トンビ。本当にこれ結構深刻な問題だからね、55保つだけでも結構厳しいと思うんで、止められないんで、もうこれどんなに放送してもさ、もう減る量がもう多すぎて、コミュニティを抜けてるわけじゃないのに、どん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 プレイヤー化人数が減っていきですね。あ、あれ鉾島か、違うか、まだか、まだか。ちょっと向かい風がきつくなってきたかな。向かい風ですよ、向かい風。いやですね、なんかギシギシ言い出したよね自転車が。怖いな。アップデートのせいでニコ生も本格的に終わる。新配信に関してコミレベルって何ですか。コミレベルはすなわちそれはバックステージでパスの数だよ。え、じゃあ違うのね。結果がそうなだけであって、コミレベルは何かと聞かれてもねえ、まあ放送継続の証みたいなもんでしょ、うん、どんなクソつまんない配信でもね、昔は放送さえしてればコミュニティレベルが上がってたんですよ。昔はどんなクソつまらん放送してもですね、毎日放送さえしてさえいればですね、レベルが上がってたんですけれども、今となってはもう見る影もないですよ、ニコ生には。もう放送してもしなくても一緒、ね、してもしなくても下がる。他の人もみんな下がってるでしょ、してる人もしてない人も下がってるでしょ。別に焦んなくていいんだよ。別に自分のレベルが下がってるかって焦んなくていいんだよ。みんな下がってるんだから。若干死していいと思うよ。でもドラマが続くか続かないかを見てた方がいいかもね。何ここ、人気の釣りスポットなのか。たくさん車止まってる。逆風が厳しい、ちょっと。逆風が。下がんの？下がん、下がん？下がん、下がん。YouTube に撮られてるの？わかんない。お、ちょっと駐車設備あるよ。あれ、鉾島じゃない？うわ、すごい、駐車設備。何あれ、何あれ。こうやって見るとすごいね、駐車設備が。わかるかな？あれも鉾島か？向こう、向こう、向こう。あれ、すごいっすよ。あれ、こっち？駐場設備がもうありありと分かる感じの。あれ鉾島か、もう鉾島着いたのかな、わしら。鉾島でも今入れないんだよね。前も入れなかったしね。前のひらひら、いやこれだから、あの知らん、わしら、わしがあのいない間に誰かつけてったんだよこれ。わしがいない間に誰かが勝手にこれをねつけたんですよ、この風車と一緒に。わしが聞きたいですよこれ、一体何なのか。ほんとほんと。だからあの竹風ね、あの福井県の竹風駅に1週間ね自転車置いといたんですよ。そしたらこれがついてて、うん、ご丁寧なことにですね、この前のこの辺にはコミュニティ番号をね形をした針金も貼ってたんで、わしのコミュニティ番号 C510628 何書いてある針金をですねつけてありですね。サドルの方にはなんかあのハイカラな柄のですね
カバーがかけてあった。でもホコジマじゃないな、これなんかな。これホコジマじゃないっぽいわ。でもすごいわ、これはこれで。いや、ホコジマか、これ。実はホコジマなんじゃない。いや、大岬園地と書かれてる。ホコジマではない。けども、なかなかの迫力は。いや、これね、あの、着脱可能なんですよ。だから、あの、これね、あの、わしが自転車をトランクに積んでるから、トランクに積むときにね、あの、これついてるとね、あのブチブチブチでちぎれるんですよ、摩擦で。そんなもんだから、一回外してまたつけてるんですよ、これ、取り出すたんびに。竹富駅の横のデパートがあった、平和堂か。平和堂かな、ね。そう、車で運んでるんですよ、これ。よく車に入ったな、これね。もう半々ぐらいの感じでさ。だわし、だってこれ、あの、自販機で自転車買って、そのまま、あの、そのまんま何も、どこも寄らずに、竹富まで行って、竹富に自転車置いて、で、一回、汽車で帰って、車でまた、取りに戻ってるから、最悪、これ、入らなかったらね、無駄足を踏んでたことになる。スピードが落ちてる、今。ケツが痛いんだよ。ケツにだいぶ来てるんだよ。前回の反省を生かせてない。すぐケツに来る。すぐケツが痛くなる。この辺は本当柱状設備が顕著に見られますね。もう全部そんな感じだよ、この辺の岩は。つまりもう東尋坊が近いってことじゃないですか。花畑があるぞ。なんだあれは。ひまわり咲いてんじゃん、こんな時期。嘘でしょ、ひまわり咲いてん。ひまわりとなんだろう、これわかんない。ペチュニアかな。ペチュニア、ペチュニアって植物なかった。お、テント張ってる。えらい狭いテントサイトだけど、テント張ってるな。あゆかわ園地キャンプ場。あ、結構張ってるじゃん。テント一張りいくら。結構テントの人いるわ。24時間無料休憩所って書いてある。潰れちゃってる。ダメやね、さびれとるな。さびれまくってるわ。営業中って。網戸まだ開いてない。ベコニアかな。ベコニアだった。ベコニアじゃないんだ。初見次枠です。そうです、次枠行きます。申し訳ない、延長できないですね。もう運営がもうね、やってしまったから。運営がやっちゃったからね。運営が延長できないようにしちゃったから。もうワクワクさんですよ、30分おきで。皆さん、次ホコジマでお会いしましょう。素晴らしいホコジマ。うわー、すごいな、本当に。